デザインを作成をクリック。検索バーで正方形を検索。正方形のデザインを選択。まずは背景をクリックして、左上の背景色をクリック。自分が好きな色を選ばせます。好きな色がここになかったら、検索バーで色を検索しましょう。次に左サイドバーで素材をクリック。自分が好きな食べ物を検索させます。クリックしてデザインに挿入、位置と大きさを整えます。次に好きな動物を検索して挿入させます。同じようにヒントとなる好きな何かを挿入させましょう。この作業を子どもたちに行わせます。次にこのデザインを貼り付ける場所を用意します。ホーム画面に戻り、プレゼンテーションをクリック。タイトルを入力。キーボードの T を押してテキストを挿入。テキストを入力します。右上の共有をクリック。コラボレーションリンクを編集化にしてリンクをコピーをクリック。このリンクを子どもたちに開かせます。子どもたちは自分が作ったヒントカードを開いて、右上の共有をクリック。もっと見るをクリック。共有カテゴリの中のフリップボードにコピーをクリック。フリップボードにコピーをもう一度クリック。コピーが完了したと表示されたら、貼り付けるボードを開いてコントロールまたはコマンドプラス V でデザインを貼り付けます。位置と大きさを整えましょう。同じようにしてみんなでボードにヒントカードを貼り付けていきます。貼り付けが終わったら、カードの色やイラストをもとにそれを作ったのが誰なのか当てましょう。デザインを右クリックまたはダブルタップしてホワイトボードに展開します。カードを見て誰が作ったカードなのか分かったら、カードをクリック。コメントを追加をクリックして答えを記入しましょう。結構盛り上がります。超絶簡単です。